皆さんこんにちは、大串です。この動画は森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のチェックテスト1の3番の解説動画となっております。ですからそちらの問題解いてない方はまずそちらの問題を解いてからこちらの動画を見るようにしてください。では解説に行きましょう。ではまずいつも通り選択肢から見ていきましょう。選択肢を見ると in、to、at、for とありますから、今回これ全て前置詞ということで前置詞を使い分ける問題なんだなというふうに分かるはずです。じゃあどれを入れるか特定するために前後にまず目を向けましょう。そうすると左には report という単語、そして右には Ms. Okada という形で人が来てるんですね。でここまで分かればもうね、表現知ってる人は あれだという形で、B の中これが入ると分かるはずなんですが、これをねちゃんと理解するためには report をしっかりね、理解していく必要があるので、細かく report の用法を見ていきましょう。まあ、まず report と聞いたら皆さん名詞で報告とか報道っていう意味があるのは、まあ、なんとなく分かりますよね。また動詞としても同じように、例えば他動詞だったら report aで、なんとか A と言いたかったら to be っていうのをつけることもあるんですが、 report A to be という形で、まあ、B に A を報告するとか報道する、まあ、という形で使われることもあります。また少しややこしいんですが、この report という単語は他動詞としてだけじゃなくて自動詞として使うこともできます。よく使われるのは report on A という形なんですが、もし to be 誰々に対してをつけたければ to be をつけて、B に A について報告する、報道するといったような意味になります。この on はですね、ここの何とかについてという意味を表していると思っていただければ OK です。この自動詞と他動詞の使い方は、まあ実はすごく大きな違いがあるわけではないんですけれども、まあ、強いて言うならですね、この on というのはですね、まあ、ついてと言ったんですが、イメージ的にはですね、よりこう詳しさ、詳しいっていう感じをイメージさせたりとか、もしくはですね、ちゃんと発信元が権威的である、権威性を表すっていうのがあるんですね。ですから音がある方がまあ詳しかったり権威的っていうイメージがあるんだよということは覚えておいてください。ここまで見てきた report の報道するとか報告するって意味は当然たくさん出てくるんですが、 TOEIC ではもう一つ、よく出てくる使い方があります。それがですね、この report to 人という形で人に直属する、つまり人の下で働くという意味でこの report to という形がよく問われるんですね。今回の問題でいけば、右に Ms. Okada という人があって、左に report があるわけですから、report to Ms. Okada で、Okada さんの元で働くという形になるなと思って B を選ぶという流れになるわけです。今回問題に出てきた report なんですが、この中に port という部分が含まれてますよね。でこの port という部分は語根と呼ばれるものでですね、まあ何らかの意味の塊になっているわけです。でこれがですね、まあ、接頭辞とか接尾辞とくっついて覚えることによっていろんな単語を覚えやすくなりますから、今日はいくつかそれを紹介したいと思います。今回の report でいけば read と port に分けられるんですが、 read というね接頭辞はですね、今回の場合はまあ、再びだとかもしくは元にというイメージで使われていると思えばいいでしょう。で port というのはですね、carry と同じような意味でですね、運ぶという意味があるわけです。つまり元の位置に、まあ、再びですね、元の位置に帰ってくるように運ぶというイメージがあるので、まあ、何か報告とかっていうのは何かこう出て行って情報とか収集してね、また報告、戻ってきて報告するってイメージがありますよね。ですから、まあ、報告って意味につながってくるんだと思えばいいわけです。また import という単語がありますが、これは in と port に分かれてますね。でこの in の部分は、まあ、綴り m にはなってるんですが、皆さんが知っている前置詞の in と同じ意味だと思えばいいので、意味としては中に中へという意味になります。
で、まあ、中へ運んでくるポートってことですから、何か商品とかを国の中に運んでくるっていうイメージでですね、なんとかを輸入するとか、もしくは名詞として輸入という意味でインポートは使えるわけです。またエクスポートという単語がありますが、これは EX とポートに分かれてますね。で、この EX の部分というのは先ほどのインとは逆でですね、なんとかの外へという意味があります。ですから、まあ、この場合で言ったら外へ運ぶということで、国の外へ何かこう製品とかを運んでいくってイメージで輸出をするとか、もしくは名詞で輸出という意味があると思えば OK です。またポータブルなんていう単語もありますが、これはポートとエイブルですね、これに分かれています。でポートは運ぶで、まあ、エイブルは皆さんね、単語でも知っている通りできると、可能であるという意味があるわけですから、当然持ち運びができる、運ぶことができるというところから持ち運びできる携帯のなんていう意味になると思えばいいんです。このようにですね、まあ、単語の意味を覚えるときに接頭辞とか接尾辞とか語根を考えることによって意味を覚えやすくなる、イメージしやすくなるということもありますから、ぜひね、まあ、今回のこのレポートとインポートとエクスポートとポータブル、まあ、この4つからまず始めてですね、まあ、イメージ語根とかを使ってイメージをつかんで単語を覚えていくということもやってみてください。今回の解説は以上になります。ありがとうございました。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.